ちは。イタリアのトリエステという町でコントラバス奏者として活動している三つぐと申します。この度日本の皆さん向けに情報発信するためのチャンネルとしてこじらせコントラバスというものを始めてみることにしました。このチャンネルの中で僕が何をしたいかというと3つありまして、まず1つ目、僕なりのコントラバスに対する考えであるとか僕なりの練習方法なんかであるとかを日本の皆さんに紹介したいなと思っています。それというのも、まあ、僕のこのタイトルにもあるんですけど、僕はどうも考えをこじらせすぎる癖がありまして、例えばですね、誰かからそうですねハーフポジションの手の形はこうなんだよと教えてもらうことがあったとしても、普通の人ならねそこで そうなのかって納得してどんどん練習してどんどん上手になっていくと思うんですが、僕の場合はどうも考えをこじらせすぎてしまって、なんでそうなんだとか誰がそう言い出したんだとかそういうところまで考えてしまう癖があるんですね。その癖のおかげでだいぶ上達は遅かった方だと思うんですけれども、でもそうやって自分なりに考えていく中で、まあ、自分なりの発見とか驚きなんかもあったので、そういったものを日本の方々にシェアしていきたいなと思っています。2つ目の活動ですけれども、僕が知っている限りではどうやら僕はイタリアで住んで活動している唯一の日本人コントラバシストのようなんですね。そういうところもあって、イタリアならではのコントラバス事情であるとか裏話であるとか、例えば今年生誕200周年を迎えて一部の関係者の間でとても盛り上がっているジョバンニ・ボッテジーニについての関係なんかを皆さんに発信していきたいと思っています。そして最後、活動の3つ目なんですけれども、これはちょっと真面目なことになるんですが、コントラバスの活動やコントラバスとの関わり合い方の多様化を皆さんにプロモーションしたいというものがあります。僕なんかも一つの例だと思うんですけど、日本で先生について勉強するとか日本で音大に入ってオーケストラを目指すとかそういうところを全部飛ばしていきなりイタリアに留学してこちらで活動を続けているわけなんですけれども、そんな感じで今いろんなところでそれぞれの形でコントラバスと付き合ってコントラバスとの付き合いをこじらせて楽しんでらっしゃる方がいっぱいいると思うんですよね。将来的にはそんな方々ともつながってコントラバスに対する考えは一つだけじゃなくっていろんな付き合い方があっていいし、それはとっても素晴らしくて楽しいことなんだよっていうことを発信していきたいと思っています。もし今言ったような内容に興味があるなとか面白そうだなとか思っていただける方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。最近 Twitter と Note という SNS を使ってこの同じこじらせコントラバスという名前で活動を始めていますので、よろしければそちらもご覧になってみてください。ではイタリアのトリエステより僕三つぐがお届けするこじらせコントラバス始まります。また次のビデオでお会いしましょう。チャオ。